get ready. 雑談です。なんでやです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかをお話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速いきます。まずなんでやってなんでやろうね。なんかあれ最後のセリフをね、見ててそれを復唱してたつもりだったんですけど、なんか違うものを見てやってるのかな。まあいいや、見ましたですわ。やんごとなき一族の3話目ね。まあこのね、劇画のようなドラマ、これは非常に面白いですね。土屋太鳳さんが、まあ宮間家というね、大なんていうんですか、財閥というか、そういうところに嫁いでいって、でまあもともとが食堂屋の娘だったもんだから、そういう社会に馴染めずに、しかし徐々に慣れていくというか、その中でまあそういった古いしきたりって違うんじゃないのと立てつき、まあ睨まれて揉まれながらっていうドラマなんですけども、まあこれ非常に面白いですね。この浮世離れした感じというかね、あとあれですわ、なんつっても圭一さん父親ね、この深山の圭一さんの、まあ、最終的にやっぱりこう逆らえないぞという感じが、まあ本当に面白いですね。で3話目ってどんな話だったかというと、まあ誕生日ね、健太さんとこの佐藤さんが、誕生日が同じなんで、じゃあ旅行しようって言ってたんですが、その日に、出張が決まってしまいましてね。でまあ父親の圭一が前にやってほしいっつって、一大プロジェクトをね、もうこう任せられるんですが、そこで、秘書のね泉さんと出かけていって、まあプロジェクトをね、こううまいことできそうになるんですけども、その相手がね、坂野さんつってね、これが、ザラスグループのところで、まあそこでね共同でホテルを建てようみたいなプロジェクトを決めてくると、その出張で。しかしこの坂野さんの娘っていうのがね、三男夫婦の奥様でありましてね。ところがこの三男夫婦っていうのがこう、まあ仲が悪くてというか、まあ政略結婚ですから、ここはお互い好き同士で結婚したんじゃないんですけども、最初はねお見合いの時にその律子さんが一目惚れをして結婚するんですが、まあ家同士が決めた結婚なんでそんなにいいと思ってたんですが、まあ好きになろうとお互い努力するんですが、ところが大輔さんね、旦那さんの方、大輔三男坊は父に反発するわけですよ。だからずっとお父さんの言うことを聞いてやってきたけども、こう結婚まではどうも納得がいかねえつって、こう好きになれねえつって浮気し放題をしてたんですが、でその誕生日にね、佐藤さん一人だったもんだから、でクルーザーの掃除をね呼びつけられてやってたところ、そこに律子さんがやってきて、じゃあ誕生日なんだっつって、で馴れ初めも聞いちゃってね、いいな好き同士で結婚してみたいなことがあって、じゃあ とりあえずその誕生日なんでパーティー開こうっつって、パーティーを開いてると当時してたクルーザーに GPS を仕込んでたんですけど、大輔の浮気を疑ってというか、まあクルーザー使うだろうってことで、いろんなところにそういう GPS とかなんとか仕込んでたんですけども、それが反応しまして、まあ、現場を抑えに行くとね、2人でパーティー中止して出かけていくと、すると1回目はこうスルーするんですが、加藤さんが見つけちゃうんですよ、隠れてるところで、いたっつって、律子さんがやってくると、こうね黙っといてくれって大輔さんには言われるんですが、こう言ってしまって、で現場を抑えられて、で大輔さんはもう、まあ、両方怒ってね、もう離婚だって
大騒ぎになるんですよ。でそしたらね、まあその律子さんのお父さん坂野さんがザラスグループの会長でね、社長かな、会長でね、で一緒にプロジェクトやろうってことが、これちょっとひびが入っちゃって、で何日か後にね、こう坂野さんがやってきて、で圭一さんとよろしく頼むよっていうところに、律子さんが久しぶりにやってきて、もう報告があると、で耐えられないから離婚するっつって、もうそんなこと言ったらこうね、家同士のそのつながりがあったからこう契約したけども、そんなことだったらもうできないと。で健太さんもそれはやっぱり納得がいかないみたいな感じで、律子さんの応援をしちゃうとね、ってなって、そしたらもう圭一さんは分かったっつって、健太を外してね、今まで何にもしてなかった長男にそのプロジェクトを任せるから、お前は引っ込んどれっつって、でまあ坂野さんもまあそれでね、これが流れちゃうのはあれだっつって、そこでじゃあもうやっていきましょうっつって、今度は健太さんが追いやられる側になってしまうとね、散々こう持ち上げられてたんですが、でそんなんでまあその三男夫婦はこう独立宣言だっつって出ていっちゃうわけですよ。だから独立で2人揃ってね、深山家を出ていくんですけども、そこがなんかね、こうなんだろうな、同じ目標というか、まあ別々の目標というか、それぞれの独立をこうする宣言して出ていくんですが、なんかその後はこの2人なんかすごくうまくいきそうなのになっていう感じで終わるところがなんか憎かったですね。だから憎み合って別れるというよりも、こう最後の最後に分かり合えたけども、まあ目標見てる先がゴールが違うんで、お互いがね、まあ別々の道をそれぞれが歩いていくみたいな終わり方で、なんか非常に良かったですね。あとはなんつってもやっぱりね、なんつってもやっぱりこのお父さん深山圭一さんには逆らえないぞっていうね、まだまだこの強い感じっていうのも、それはそれで面白かったし、それでね、あと奥さんですよ、久美さんがね、徐々にこう反発しだしてというか、佐藤さんの味方、まあ、佐藤さんが来たことによってこの深山家一族がこう揺らいでいる、ただその長男のね、長男夫婦のあれですわ、美穂子さんがね、やっぱりこうとんがってるというかね、まだまだ許さない感じで、ところがその旦那さん、長男の明人さんがこれやっぱり頼りなさすぎて、ここがやっぱどうなっていくのかなっていうところと、まあ秘書の立花泉さんですわ、この人がね、ちょっと健太さんが電話してる時にね、誕生日おめでとうって、お互い同じ誕生日だからね、誕生日おめでとうっていうところのね、ワンカット顔抜かれるシーンがあるんです。そこの表情ね、これだから圭一さんに仕込まれて、今呼び戻されてきてるんですが、実はこの泉さんもここのね、健太と佐藤さんの中を割って入ろうとしてるんじゃなかろうかっていうところが見え隠れしつつね、でもどうなんだろうと思いながらなって、いや非常に面白い、というのと、まあ面白いのは面白いけど、三男夫婦のね、この大輔と律子さんが独立宣言するところはちょっとね、胸熱な展開でしたけども、まあ今後どうなっていくのかね、やっぱり最終的にこう親父には逆らえないぞってなるのかね、親父ともう一人ね、おばあちゃんがいるでしょね、あれが今回あんまり出てきてませんでしたけども、結局そこに、でもおばあちゃんはおばあちゃんね、なんか認めてるんですよね、佐藤のことっていうところで、これどうなっていくのかっていうのが本当に非常に楽しみなドラマ、やんごとなき一族ね、これ来週から、だから家を継ぐのをね、こう
順位というかね、が今入れ替わりましたから、今度は長男夫婦がこう重宝されていくんでしょうけども、こう追いやられる側になってしまったね、健太と佐渡はどうこう挽回していくのかというか、まあどうね、この中で振る舞っていくのかというのは非常に楽しみなドラマ、やんごとなき一族ですね。見逃し配信含めてご覧になってください。これは本当に劇画調でね、なんていうんですかね、もうファンタジーですよ、ファンタジー。だからもう手放しでね、そんな風になるかよね。あと SE の使い方とかね、音楽のあの BGM の入り方とかね、いちいちこう面白いんですよね、大げさで。なのでぜひね、ご覧になってくださいね。TVer、見逃し配信 TVer、それから FOD ですか、とかありますんで、ご覧になってください。コント、パーティー、ね、シャンパンタワーやってましたけどね、あれ、パーティー開いてあげるわ、つってね、佐藤さんの誕生日パーティー。もう女性しかいなかったっていうのがちょっと気になりましたけどね。あれなんだろう、なんかもっと男性というかね、男性陣も来て、なんかそういう派手なね、感じなのかなと。ほぼ女性だったね。あれなんかちょっと気になったなと思いながら、なぜ気になったのかって、なんか、ね、女の子たちだけで祝うとか思いながら見ておりましたけども、いや面白いですね本当に。今後どうなっていくのかっていうのと、あと久美さんがね、こうやっぱだんだんやっぱり佐藤さんにほだされてきてるっていう感じがいいですね。だからそこで、それでもまだ刑事さんに逆らえないあの久美さんの感じ、徐々にこうひっくり返ってくるのか、どうなっていくのか。あとはね、小沢真珠さんね、また出てきてほしいなと思いながら楽しんでおります。ぜひ見逃し配信含めてご覧になってください。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。